ようやく見つけましたよ。とうとう現れた天つびと。私で終わるのだと思っていたがな。同じ一族だというのに随分と他人行儀じゃないですか。しばらくそのままにしててください。言ってのはそんなことじゃ動かねえぜ。ところがどっかに落ち着きの本気はそう思っている。まさかあのデルタが復活しているとは。わからないことだらけだ。随分と手間がかかりました。あなたは分身じゃないよ。腹減ってたんだね。ああ、明日には戻るからね。しゃあ。本物はもう一人の子が運んでいるんです。こんな風にだったか。